僕の猿が壊れちゃったんです。大丈夫です。これ猿が壊れたっていうのは、大体中で使われているゴムのパッキンが切れた状態のことになるので、これは交換していただければ一生猿は使っていただけますので、それは今日はこの交換の方法を教えたいと思います。で、これがゴムが切れた状態なんですけど、これまず取っていただいて、で中にこのパッキンをゴムのパッキンに留めているビスがあるんで、これはちょっと細長い金具のようなもので中から取り除いてください。簡単に押してくるので、こちらですね。で、このビスはまた使うので取っておいていただいて、あと、こういう感じの修理キットがありまして、修理キットの中にタコ糸が1本と、あと新しいゴムのパッキンが2つ付いてますので、これがあれば新しいパッキンと交換できますので安心してください。で、まずこのタコ糸なんですけど、これ半分に切ります。切ったらゴムのパッキンにまず一通して、で、あとこの紐が固定できるようなところを探してください。今回このテーブルの足を使いますけど、で、ここのテーブルの足にくくっていただいて、こういった状態ですね。で、さっき切ったもう半分のタコ糸、これをこういった形でゴムのパッキンに通していただきます。こういう状態ですね。で、あと先ほどのゴムのパッキンが切れた腕、こちらが左腕になるんですけど、この左腕の穴の外の方からこのタコ糸を通していきます。ここ通すときにこのゴムのパッキンを引っ張りながら腕の穴に通していきます。で、ここら辺の位置のところで先ほど外したこのビスですね、これを通していただいて、ちょうどこのゴムとゴムの間になるように、間にこのビスが入るようにしてください。で、これで片っぽの腕の準備は完了で、この状態のまま今度猿の胴の方にこのタコ糸を通していきます。で、続けて今度右の腕の内側からタコ糸を通していきます。最後にこのゴムのパッキンをこの形で引っ張っていただいて、先っぽを指で止めながら最後にこのビスを通してください。これも先ほどと同じようにゴムとゴムの間に入るように、これですね。で、ビスが通ったらタコ糸を緩めてもらって、最後にこのビスが浮き上がって外れないように押さえながらタコ糸を外してください。こういう感じですね。で、もう片方の方はハサミで最後にこう切っていただいて、で、同じようにこのビスの上を押さえながらタコ糸を引っ張ってください。で、これで修理が完了です。ありがとうございます。